きな分かり合えために肩が不気味に飲み干してプリンセスさんの花火をずっと待つ使える自分と褒めいて忘れて夏でやめた一瞬で歩いて忘れ込む方が悪い。
遠ざかってっても君に嫌いな言葉一つかけてあげたなら僕らは遠くへ思いたいのにも嘘つかしてさ僕らああ君が話すだけ空が慣れてる Oh
3年生の天宮遥です。このバンドは私が1年半前にこのメンツでここで PK をやって、その時からそのデビューさせてもらったこのメンツでまた PK で引退するっていうのをずっと言ってて、それが今日叶った感じです。本当に出たのもニコイチで、もうなんか楽屋からずっと泣いちゃってる感じなんですけど、なんか、なんか私この3人にはすごい特別な思い出があって、その塩谷はまずギター部に誘ってくれたっていうのと、野村はもちろんもううちのベースの師匠っていうか、ずっと憧れの存在で、高成はうちをギター部に一番混ぜてくれた人で、高成がいなかったら多分私辞めてたかなっていうぐらい馴染ませてくれた人です。一緒にデビューも引退もやってくれてありがとうございます。まず形通り先輩から行かせていただきます。先輩は私中高もうなんか先輩と関わるのすごい苦手で、関わり方わかんないなって思ってたんですけど、それこそギター部だったらなんかその2年生から入ったから、春季さんとかそれこそ吉友さんとか今日来て来れなかったけど、かぶってないのにすごいよくしてくれて、飲みさせてくれたり話聞いてくれたりして本当にありがとうございます。一個上も私別にベース上手くないし、なんか聴いてるジャンルもバラバラなのに褒めてくれたり誘ってくれたりして、本当にもっと関わりたかったなっていうのがすごいあります。もっと可愛い後輩でいればよかったなっていうのがすごいあって、ありがとうございます。次、後輩は私本当に、いや後輩こそ関わり方わかんなくて、それこそ2年生なんて私一緒に入っちゃってるから別に後輩でもないしって思って関わり方わかんなかったけど、さよなは別に後輩でもないけどなんかりゅうちゃんとか日暮らしとかいろんな人がなんか喋りかけてくれたり一緒に組んでくれて、なんか嬉しいなって思います。なんか本当は後輩ともっと関わりたいなってすごい思ってて、多分あのレイさんがネガキャンして私怖いとかいう噂を流したせいでみんな怖いと思うんですけどあの全然コスケがうちのトイレで入っても怒んないぐらい優しいのでみんな仲良くしてくれたら嬉しいなって思います。はい、はい、次ドキはなんか本当に私ちょっと高校を引きずってて、1年生の時もずっと仮面ローにしてて、大学に居場所なんてなくて、小田急線の帰り道でずっと泣いてたりしてたレベルで大学嫌いだったんですけど、ギター部入ってなんか本当にここ居場所だなって思えるし、なんかこうやって前に立ってる人たちの顔を見て泣いちゃうぐらい愛おしい人たちがに出会えて本当に良かったなって思います。ありがとうみんな。それに付随してなんですけど、私去年その家庭のご事情で家がなくなりそうになった時とかも、なんかマリカとかカナビとか高成がなんか PK のライブ帰りになんか出会ってまだ4ヶ月とかなのに、なんかあったら絶対うちおいでよみたいなことを本当に真面目な顔ってくれて、そんな人たちがいる部活って本当に素敵だなっていうのをずっと感じていて、だからみんなもなんかギター部との時間をすごい大切にしてほしいなっていうのを今すごく感じています。なんか本当にこの、ね、みんな顔あって泣いてるけど最善号泣ですけどそうみんなと、ね、会えて本当にみんなと同期でよかったなって思います。ありがとう。
Oh,
君がいない夜って何してたんだろうな。うわうわ思い出せないまま夜明け夜明け。
に沈む星さ、遠く離れていくよ、空の軌道